こんにちは、お肉です。今回は、NiziU のまこちゃん、りまちゃん、みいひちゃんのまりみの練習生時代の時の動画になります。 マリミって実力はもちろん、やっぱり練習生をしていた唯一のね、メンバーの3人なんですけど、やっぱり二重を引っ張る大切な存在なので、そんなマリミが JIP の練習生の時どうだったのか、やっぱりその JIP にいた時って、韓国人も日本人も中国人も、その他の国のね、練習生の子も関係ないと思うんですよね。みんな一緒だし、みんなその二次プロで出るよって言われてたわけじゃないと思うから入った時は、一緒に同じように練習をすると思うんですけど、そんな3人が練習生の時どうだったかっていうのを、まあ私じゃなくて、 個人の方が実際に JYP の練習生のショーケースに行ったブログからちょっとそのマリミについてね結構言及されてたのでちょっとそれを読みつつマリミがどうだったかっていうのを見ていこうと思います今回に関してはこの JYP の練習生のショーケースに行かれた方のまず一意見っていうのはねちょっと分かっていただきたくてまあみんながみんなこうやって言ってるわけではないけど一意見だというのをちょっと初めに言っとくのとあと二重とエンミックスの関係とかまあエンミックスのねその練習時代の評価などに関しては 前のね、こちらの動画にまとめていますので、ちょっとそちらを見ていただけると分かりやすいかなと思います。20の入所年だったり、あと色々ね、20についても結構お話ししてますんで、まずね、そちらから見ていただくと分かりやすくなってるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、まずですね、この2018年のショーケースの感想のブログを見ていきたいと思います。 この時はまだリマちゃんとミーシちゃんは入所する前なので、まあ、マ、ま、コちゃんの感想になるんですが、この方は元々練習生の時のイッチのリュジンちゃんのペンの方で JYP のショーケースに当たって行かれたという感じのブログになります。そしてこのショーケースには投票もあるみたいで、ボーカルダンス、スター性、この3つに関して、その良かった人に投票ができるみたいなシステムになっていたそうです。これはね、ちょっとこのスター性は多分ビジュアルってことなのかな結構虹プロに似てるものがあるかなと思うんですが、ちょっとこのブログを読ませていただくと、 ダンンスでワントップはは私が見るにはマコだったもう一度見てみるとマコはそのオーディション映像が視聴数が49万だった今はさらに超えただろうとにかくとても驚くなんだかダンスが想像以上にうまくするのが不思議だった一緒に踊る方々もとても上手だがどんどん視線がマコの方に もう一度見たい。おそらくダンスはマコに投票したようですっていうふうに書いてあるんで、まあ、すっごいね、マ、ま、コちゃんのこと褒めてくれてて、やっぱマコちゃんってその、まだ入ってからね、そんな経ってない時なんですけど、マ、ま、コちゃんの実力はその、韓国人のメンバーとか、中国人のメンバーとか、全部のね、中に入っても素晴らしかったっていうのが分かって、この方をね、すごい選んでくれてるぐらいなんで、相当ね、初めからもう実力をつけてたんだろうなというね、マ、ま、コちゃんのベタ褒めブログになってました。もうこれは嬉しい。そして次に、2019年の JYP の練習生のショーケースの時のブログなんですけどまあ、ここはね、マリミが全て揃うということでまあ、3人の感想があったんですけどその時披露したのがまず練習生全員でレベルアップっていう曲をしたみたいですで、ね、その次に TWICE のブレイクスルーをマリミ そして、ガールズダンスをマコちゃん。で、ビリー・アイリッシュのバリーア・フレンドっていうのかなをリマちゃんが披露したみたいなんですけど、まあ、そこの時のブログ主さんのちょっと内容を読ませていただくと、本当のようであったのは、前回私がめちゃくちゃ称賛していたマコちゃんとヘオンちゃんが認知度も高くなって、実力、このね、ヘオンちゃんっていうのはまあエンミックスのヘオンちゃんですね。 が、認知度も高くなって、もともと実力も良かったが、より良くなって人気が高まった。マコは、本当に踊りの時、ずっと視線が行き、私が好きだからそんなに知らなくても、ただとても素敵で、私も一緒に行った友達と、私とマコにステッカーを貼ったみたいなことを言ってたんですよ。なので多分、シールをね、貼る式の投票だったと思うんですけど、一緒に行った友達も、もうマコちゃんのファンになってるっていうのが、もうめっちゃ嬉しいよね。そして、えっと、また思い出に残ったのは、すごくすごく可愛い方がおられる リマという方国籍がどこだったか忘れたのにすごく綺麗だったツイカンも出ていてもうこれは TWICE のツイちゃんですねもう出ていてえっと本当にデビューすれば JYP 次期ビジュアルをつなぐだろうってもう褒めすぎじゃないめっちゃ嬉しくないもう確かにさうちらも,もうリマちゃんがビジュアル最高っての分かってるけどこんなね嬉しいよねやっぱ褒められて嬉しくないことないよねそしてヘオンマコデビューしよう 新しいアベンジャーズを十分に作ることができる。本当に。また行きたいショーケースだった。遠くて大変だったけど、行く価値があるっていうふうに書いてあって、最後にね、ミーヒさんに触れてくれてるんですけど、これね、後で多分追加したんかな。あー最近二次プロジェクト、やはりマコ、リマ、ミーヒ、ショーケースで目立った3人が出演した。ミーヒは最初に日本チームに出て公演したが、その中で一番目立ったし、とても上手だった。彼女がミーヒだったなんて、 また見たら歌も上手な芸能人。 マコは、てんてんてん、リマ、いい、いいよ、みたいな感じで書いてあって、ということでね、やっぱ、その、韓国の方が見ても、めっちゃね、良かったんだなと思うと、まあ、嬉しいじゃん。しかも、これって、ニジプロのね、ために、その、リマちゃんとミーシャゃに関して集められたかもしれないですよ。それはわかんないんですけど、でも、ただ、この3人に関して、この、他の練習生たちと比べても、劣らないどころか、むしろ、目立ってたっていうふうに言ってくれてるんですよね。もう、それが本当に嬉しかったし、やっぱり、その、日本だからとか、言われることもあると思うんです 20ってやっぱりその k p o p 好きな方々がみんなねハマるかなって言ったらちょっとなんか。 はまらない方もいらっしゃったと思うんですよ。だけど、それは実力じゃないなっていうふうに思って、実力が勝手に劣ってるように考える方もいらっしゃるかもしれないんですけど、でも、そうやってね、その練習生時代から、こうやってブログでね、名前が全員上がってたわけじゃないので、本当に、まずこの2年ともね、まこちゃんすごい、この方すごいいいなって言ってくれてたし、そのりまちゃんとみいちゃんに関しても、次期ビジュアルになるとか一番目立ってたとか言ってくれてるわけじゃないですか。なので、そんなグループ応援できてることが本当に誇らしいっていうか、もう 日本国に行っでも、もう実力はね、もう申し分ないなと思って、胸を張って傾婚とかも出てきてほしいなと思いましたし、私ね、すごいと思ったのこれだけじゃなくって、もちろんこのマリミに関してはすごいんですよ。で、多分、もうその2次プロの時からマリミすごいっていうのは結構分かってたと思うんですけど、だけど、そのマリミ以外の練習生を経験せずに20になったメンバーたちが残りね、6人もいるじゃないですか。だけどその 6人のメンバーはもう正直。 ニジプロではレッスンとかを受けてたわけじゃないので差があったのは思うんですよ。てか多分皆さんね思われたと思うんですよそこに差があったことは。だけど今ねこうやって一緒に同じように頑張ってて私たちがマリミ以外が劣ってるって感じることないじゃないですか。むしろみんなめっちゃいいなと思うしみんなすごく上手くなってると思うしなんか全くねその3人だけが悪く目立ってないっていうか本当にみんなの実力が上がってるっていうのを感じるからそこも私はすごいなと思ってやっぱりその 20はは、ね、は練習生をしてなかかった子ももいるるらそここ、ね、他の、ね、グループととと違うところもあると思うろあ思んですけどでも、マリミの3人みたいに、もう韓国でデビューできるぐらいの実力あるんじゃないかなって私は考えてます。なので、いろんなね考え方が皆さんあると思うので、まあ、私の考え方はこうだけど、このブログとかを見たりとか、やっぱ20ってすごいなって改めて思ったし、むしろね、こんなにスポンサー抱えてめっちゃ忙しいこともあると思うし、よくね、こんな若くて練習生もやったことがない子もいるグループで頑張ってるの って本当にちょっと改めて思ったしいや多分ねこれを言ったら皆さんもっともっと20が好きになってくれるかなと思って絶対これをシェアしたいなと思いましたんでちょっと今回動画に出させていただきましたはいそんな感じでねま Mix、あ、とか i t とかやっぱりまこちゃんは i のメンバーとも共演してたし Mix のメンバーともねプリミア交流があったのでやっぱり私たちが見られてないステージも本当に多いし交流してたのも知らないところが本当に多かったと思うのでこれからやっぱり JYP 同士の絡みっていうのもすごく見たいなって っていうふうに思うしやっぱり JYP 丸ごとね、好きだなって改めて私感じたので、これからもね、ちょっと JYP に関してたくさん動画アップしたいなと思いましたし、もちろん NiziU に関してはね、これからも深くね、愛を伝えていけたらなと思いました。長々といろいろ語ってしまったんですが、この前の NiziU スクールの方でも、英語のね、字幕が付いてたじゃないですか。でね、あれ日本語にも変えられるんですけど、でもともと付いてたのは英語の字幕だったりとか、本当にね、その海外に向かって、日本だけじゃなくていろんなところに向かって NiziU が向いてるんだな っていうのをすごく今感じてるっていうのがありますので、うん、やっぱりね、背中を押せるようなファンでいたいなと思ってます。はい。なのでね、ちょっと皆さんの今回のこのショーケースの時とか、20位のマリミのね、感想とかもちょっとコメントに書いていただけたら嬉しいなと思いますんで、多分ね、皆さんも多分ここまで聞いてくださった方、愛がもうダダ漏れで <laughs>、やばいと思いますので、たくさん意見を聞かせてください。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。